四国地方の香川県高松市や大川郡、石田村などに伝承される妖怪で、懲りの類という説が強いが、その姿は決して見ることはできない。曲がりとは、方言で、まとわりつくの意。足にまとわりつき、通行人を転ばせることから、足曲がりと呼ばれるようになった。人が道を歩いていると、いきなり面のようなものを絡みつけてきて歩く邪魔をすると、言われる。 高松琴平電気鉄道指導線片元駅高松琴平電気鉄道指導線片元駅付近にも出たと言われこれにあった人が足を振ると松の木の根に変わってしまい怪我をしたという話も残っているまた絡みつかれて驚いて触ると面のようなものであったとも尻尾のようなものであったとも言われる香川県丸亀市綾や田町では糸状のものを人の足に絡みつける 中田土群琴波町では、マリー状のものが転がってきて、蹴飛ばすたびに大きくなり、しまいには、蹴ることのできないほどの大きさになって歩けなく、なってしまう。これらに似たもので、中田土群田戸津町では、面のようなものが落ちており、拾うと動き出し、空へと上がっていったという話があり、やはり狸の仕業として、内渡の木と呼ばれている。水木しげるの漫画、 ゲゲゲの鬼太郎では、がらき焼の狸の置物のような容姿の妖怪として、登場。鐘と太鼓の音で、雲状の生物を操る術を持っていた。アニメ版にも登場したが、後年になって、東洋会が登場した1971年のアニメ版、ゲゲゲの鬼太郎の第5話の再放送は、全国的に自粛扱いされてしまった。理由は公表されていないが、 妖怪研究家、京国夏彦や忠勝美は、足曲がりの名が放送上で好ましくないことによる、自主規制と推測している。1985年に放送された3作目でも、足曲がりは登場したが、その際は、敵妖怪の妖人坊として登場し、名称は単に、狸妖怪で、劇中でも、妖人坊先生としか呼ばれなかった。2019年の6作目では、 48年ぶりに足曲がりの名で登場。ありがとうございます。